今日は座禅のどういうふうに座禅をすればいいのかという極めて基本の初歩的なことをご説明しようと思います。と言いますのは、先だってオンライン座禅会というのは初めて試みてみました。限られた時間でありますから、こう座り方というようなことについて十分な説明をすることがなかなか難しいということがこう分かりました。それでできれば、まだ慣れてない方は、特に、特に初めてなさるような方は、あらかじめこういうふうに座るんだということをこう学んでおいてもらえたらと、そう思いました。もちろんのこと、今書物の上においても、あるいはおそらくやこういうネットの上においても、座禅の説明などはいろいろあるんだろうとはこう思いますけれども、この円覚寺において、そして特に私が個人的に思っていること、今まで長い間本当に自分の人生のうちのほぼ大半を座禅をしてきましたものですから、そういうやってきた間に自分なりに気づいたことを紹介をしながら、皆さん方がご自宅で座禅をする時のご参考になればと思ってお話をしたいと思います。まずこの足ですね、座禅をすると足を組む、そして手を組むと、そして呼吸を整えていくということになろうかと思います。でまずはこの足をどうするのかと、どういう座り方をするのかという、足を主にした座り方で一つと、それからこの上体を整える、腰を立てて手をどのようにすればいいのかと、肩や首はどういう様子がいいのかという状態のことで一つと、それからもう一つは呼吸について、呼吸法といいましょうか、いろんな呼吸法がありますけれども、これは極めて初めてなさるような初心の方向けにお話をいたしますので、初めてするのにどういうふうに呼吸を整えていったらいいのかという、3つに分けて説明をさせていただきたいと思います。ではどうぞよろしくお願いいたします。それではまず座り方からお話をいたします。どう座ればいいのかと、大きく分けて3つに分けてお話をいたします。細かく分けますと4つか5つぐらいに分けることもできますが、大まかに分けると3つ。1つはやはり椅子に座るという場合と、それから今私が座っているような、いわゆる正座という、正しく座るっていうふうに書きますが、こういうふうに足を折りたたんで座っている正座と、それからこの座禅の足を組んで座るという、大きく分けるとこの3つの座り方がございます。足を組むにしても、これからお話をいたしますけれども、足首をももの上に上げて座るっていうのがなかなか大変な方が多ございますから、いわゆるあぐらのような座り方も一つこうございます。でそれが一体どれが一番いいのだろうかと、多くの人はこういう正座ですと大変長い時間は苦痛でこうあろうと思います。あるいはこの両方の足をももの上に乗せて座る、私どもは結果不だとこう言っておりますが、その結果不座も大変、慣れない人には足が痛くて苦痛でこうあろうと思います。でそれよりは、椅子に座った方がこの楽なように思うかもしれません。
でも私なんかが自分自身長くこうやってきてまして、一番難しい、一番大変なのは、やっぱ椅子に座ることだとこう思います。それから、あぐらの座り方というのも、なかなかこれは大変だと思います。むしろこの正座や、あるいは結跏趺坐という座り方がございますが、これが、この、なんていうんですか、一番、落ち着く、安定する姿勢でございますね。それはこの、なぜかとこう言いますと、私どもが座るということで大事にするのは、この腰を立てる、こう背骨を垂直に、地面が水平の方向に対して垂直にこう腰を立てる。背骨をまっすぐに立てるということを大切にするわけであります。そしてこのまっすぐに立っている、背骨がまっすぐに立っていると一番安定をいたします。ところがこの、いや椅子に座ってもそれはまっすぐ立てることはできますが、土台となる足の方が椅子の場合ですと、この固まっていません。背骨を固定させる足の組み方ではありませんから、背骨というのが極めて不安定な状態です。椅子に座ってますと。それをこのまっすぐに立てる状態を保とうとすると、大変なこの労力がいります。それに対して正座というのは、慣れない人には足が痛いと思うかもしれませんが、これは下に2本の太ももをこう平行にこうしておいてますから、かなりこの安定性が高いんです。で、もっと安定をするのが、このやはり今、どちらの足でも同じでありますが、こうしますと、この下が三角形で、しかもこう組んで引き締めますから、三角形がきちっとこの固まります。固定されるんです。で、その上に背骨を立てますから、これが一番この無理なく、長時間背中をまっすぐに腰を立てて座っていることができやすいんであります。ですから、私ども苦しみの中に楽しみ楽があり、楽しみの中に苦しみがあるということをよく申し上げるんですが、それは椅子に座ったり、あるいはあぐらというのも楽と思うかもしれませんが、これはこの足がこのようにしてほどけておりますから、これは土台がこの支えるものがこう揺らいでおりますから。これは椅子に座るのと同じで、腰を立てるようにすると、こう不安定な状態で立て続けなければなりませんので、いろんな筋肉が余計に力を費やさなければなりません。結果、長時間この姿勢でいるというのは、大変にこの労力のいることなんであります。ですから、普通考えると椅子に座るのが楽、あるいは足を崩しているのが楽のように思うかもしれませんが、それは違うんでありまして、その姿勢でまっすぐに立っていようと思うことは、大変な労力のいる、むしろ苦痛です。で、正座やこの結跏趺坐、正座は両方の足を平行にして、その上に背骨を立てますから、まだ安定性があります。で、結跏趺坐の場合は、しかも三角形できちっとこの固定されますから、その上に立つ背骨が楽に安定をするんです。ですから、正座にしてもこの座り方にしても、一見苦痛な座り方のように、初めての人は思うと思うんです。でも、長く安定した座り方をするには、結局は一番安楽な座り方なのでございまして、それで私どもはやはりこういう結跏趺坐なんていうのは、昔からこの行われている大変な深い知恵のある座り方なのでございます。まず一つ一つ、説明をしてまいります。はい。では、椅子に座っています。
一般にこの椅子に座ると、こういう背もたれがあると、ついついこういうふうに、座ってしまいがちでありまして、まあ、こうやって座っていると、これが楽なように思うんでありますが、今お話をしたように、楽中に苦ありでございまして、楽なように見えて、この姿勢で長くやってますと、これは腰にあまり良くありません。やはり腰というのは、この立った時と同じように、まっすぐに立てるということが大事でございますから、こういうふうにして、まっすぐに座った方が、これは頭や上体の重さが、そのまま下に体重が乗りますので、一番安定をいたします。ところが今お話をしましたように、正座や足を組むのと違いまして、足がこの解放されたと言いましょうか、安定していない状態ですから、この状態でこの腰を立て続けるというのは、そういう意味で大変な努力と言いましょうか、苦労がいるわけなんであります。それには少しでも足を安定させるには、両方の足の裏がしっかりとこの床についていること、これが一番大事だと思います。足をしっかりとつけておいて、そしてこの背もたれを使わないようにして、まっすぐに座るように努力をしてみると、この状態をまっすぐに整えるという方法についてはまた後でお話をするようにいたします。そういうわけで、この椅子の座り方というのは、楽なように見えて、このままで座るわけですから、不安定なわけですね。そこで、少し、行儀の悪くない程度に膝を開きますと、少しこの安定性が増すわけであります。ですから、お仏像なんかを見ますと、菩薩様方なんかは、こういう椅子の上に座って半跏と言います。こういうふうに座ってたり、あるいはこういうふうに座ってたりっていう場合があります。これはやはり、少しは、土台が落ち着きますから、安定がするわけであります。まあ、ただ、いろんな人と座ってる場合は、行儀が良くないという一面がありますから、自分でやるときだったらよろしいかもしれませんが、こういう少しどちらの足かを曲げているだけでも、あるいは乗せているだけでも、随分と、安定感は増します。なかなかそれは、その場その場に応じてやってもらいたいと思いますが、ですから、閉じた方がこれお行儀はいいんだと思いますが、しかし、長時間安定して背骨をまっすぐに立ててようと思うと、ちょっと心持ち開いた方が安定がしやすいと。まあ、椅子に座る場合は、こういうふうにやってもらえたらよろしいかと思います。では、次に、正座、いわゆる正座でありますが、これは今お話をしましたように、この足がこのように固定されます。ただパラレル、平行にありますから、それでもこれで随分と、この背骨は安定をしやすい。極めて私は優れた座り方だと思います。そして特に、後ろで、このかかとの上にお尻を乗せますので、自然とお尻の方が少し高くなって、これは自然とこの腰が伸びやすい、腰が立ちやすい、座り方でございます。ただ、難点は、足が苦痛であると。膝に対するかなりの負荷がかかりますし、それからこれを体重で両足を圧迫しておりますから、どうしてもこの痺れやすいという、こういう難点がありますが、でも短時間の場合ですと非常にこの優れた座り方であります。これもやはりこの両足が平行ですとまだ安定感がありませんから、少しこの膝と膝とを開いて、少しでも三角形になるようにすると、なお一層安定感が増すとこう思います。から3番目に、この座を組むという、これが私どもが普段やっている座り方でありますが、
まあ、まず座布団の上にこうあぐらといいましょうか、こう座って、いただきます。昔の人はこの床の上に座るという暮らしをしておりましたから、これを座るということに慣れていたと思いますが、今はこの椅子で座ることの方がもう多いというかほとんどになりましたから、なかなかこういうあぐらをかくというだけでも、大変ではなかろうかと思います。まあ、もちろんこれでも立派な座り方であります。で、特にヨガなんかをやられる方は、こういうは組まなくてもこうして両膝を開いて座るというのも、これもこれで安定はいたします。まあ、ただ、足を組むのと違いまして、この固定をされるということがない分、まだ完全な安定感はないとは思いますが、ただそれでもこの、こう膝が下までいかないと、もう膝がこう上がってしまいますと、一番困るのはこう腰が引けてしまう。そして腰が引けて、猫背になってしまう。肩も丸まってしまうと。まあ、これは一番内臓が圧迫されますから、良くない姿勢です。で、これを、まあ、この辺は、まあ、やっぱり股関節を柔らかくするために、いろんな、体操なり、なんなりをして、少しずつ、こう、両膝がつくように、努力をしてもらうということが必要になってこようかと思います。そして、こうして床に座る場合は、大事なのは、こう、お尻を少しこう高くするために、まあ、丸いのとか四角いのとか、あるいはこういうものが何のクッションでも構いませんし、なければ、バスタオルなんかを、自分のいい高さに折りたたんで、お尻の下にこう入れると。そうすると、お尻を少しこう高く上げることができます。すると、この腰がスッとこう立ちやすいですね。先ほどの正座のいいところは、このお尻を高くする必要がなくして、そのまま、かかとの上にお尻を乗っければ、非常に腰が立つという利点がございます。まあ、そこでこの足を組むわけなんですが、まあ、ここからはやはり個人差がかなりあろうかと思います。できれば、足首をこの太ももの付け根まで上げていただくと。まあ、これだけでも、この三角形ができまして、随分と安定をいたします。これはどちらの足であろうと同じでございます。この左であろうと右であろうと。で、そしてこの足を上げましたら、下の方の足はなるだけ、太ももの付け根の方にこう引き寄せておいて、そうして、この三角形が安定をするようにすると、背骨がまっすぐにこう立ちやすい。要するに、この座り方というのは、腰を立てて背骨をまっすぐにするにはどうしたらいいのかと、どれが一番効率的で長く続くであろうかということを、昔の人がいろいろ工夫してやってきたんだろうと思います。で、まあ、もちろんのこと、一番安定をするというのは、先ほど来申し上げておりますが、まあ、どちらが先でも構いません。この足首の上にしっかりと引き寄せる。で、こちらもしっかりと引き寄せると。そうしますと、もうこれで、こちらの両辺と、それからこちらの方も、こう足を組むことによって、しっかりとこう固定されますから、その上に腰を立てるんですから、非常にこう安定をしやすい座り方なのでありまして。ですから、苦痛そうに見えて、これが一番安楽なのであります。他の椅子に座って、背もたれに寄りかかってると、安楽なように見えて、一番それは腰に負担がかかる苦痛な座り方。で、そして、あぐらをかいて、こう背中を丸めていると、これもですね、
これを1時間2時間やってたら大変な苦痛でこうあろうと思います。しかしこうしてきちっと結果札と足を組んでお尻を高くしてこうして座ってますと、一番この背骨がまっすぐになりますから、頭の重さやこう肩というものが自然とその重心が下にこう落ちますから、これが曲がっていると、曲がって頭というのは大変重とうございますから、重たい頭あるいは上半身を曲がっているところを無理に保とうとすると、それは大変なこの筋肉の余計な緊張が必要となってまいります。背骨をまっすぐに立てるということが一番この安楽に座れるという、そういうことがございまして、そうすると一番心も落ち着きやすいし、呼吸も静かに整えることがやりやすいという、こういうことなのでございます。まあ、ということで、椅子に座る、正座をする、こうして、足を組む、大きく分けて3通り。でも足を組むにいたしましても、こう結果札の場合、それから半果札の場合、それからこの足をこれを上げるのも無理な人場合は、こういう場合でもこれでも十分座れます。ただまだこうグラグラしますから、その分自分でこの背骨をまっすぐに意識をしなければならないというだけのことでありまして、ですからそういう何通りの座り方かを自分で身につけておくということが大変よろしいかと思います。我々専門家ですと、一つの座り方で何時間も座禅したりしますけれども、そんな苦痛に耐えるということは、一般の皆様方のにおいてはそれほど重要視することはないと思います。椅子に座って背骨を立てる。あるいは正座をして背骨を立てる。あるいはこうして座ってみて、ただお尻を少し高くしておいてください。背骨をまっすぐに立ててみると。でどのやり方も自由にできると。これもやはり足に負担がありますから、少しこの疲れているなと思えばいつでも椅子にやると、あるいは正座にやると、あるいはこうして座ると、で時にはこの足首を上げてみると、まあ、慣れてきたら両方挑戦をしてみるというふうにして、自由にこのその時の自分の様子でやってみるというのが私はよろしいかと思います。大事なことは腰をまっすぐに立てて、で背骨をまっすぐに立てるにはどうしたらいいのかと、そのことのために足の組み方があるんだということを押さえておいてもらえればよろしいかと思うのであります。あとはそのどう腰を立てて上体をどのように整えていくかということは次にお話をいたします。